はい、どうもこんにちは、ボボてっぺいです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。今回なんですけど、牛堀でございます。はい、安治川、与田浦、安治川、そして回ってきました。牛堀でございます。もうちょっと後に来ようかなと思ったんですけど、で来てびっくり、人が全くいないというですね、こんな人気ポイントなのに、大体ね、牛堀たくさんいるんですけどね、なんかみんな安治川に行っちゃったっぽいですね。まあ、トムさんがねあんだけ釣ってりゃねこんな感じですけども、とりあえずまあ水がちょっとブクブクなんですけど、朝一ね安治川で釣れた感じと水質的にはあまり変わらないんで、なのでまあ魚影が濃いポイントではありますし、さっきねウがここ潜ってたと思います。わーってねこうでギル食ってたんで、ギルねかっさらってったんで、ギルがいるならバスもいるでしょうよといった感じでやっていきますけどね、朝一はねほんと寒くてやばい寒かったんですけど、今はねさほどで、リグはですね横浜リグです。 0.45g の、ネイルシンカーを入れたネコリグですね。でネコリグなんですけど、通常のマス針を使用したネコリグです。なのでここねもうテトラギッチギチに入ってるんですけど、結構こうすんなり攻められるというか、でなんかリアクションでもね空気がしないんですよね。困ったことに超食わせのワームがこう目の前にこう落ちないと食わないといった感じですね。ただ小バスなんですけどね、それはなのでちょっとわからないです。20センチ以上の魚がどういう状態なのかわからないっていう、非常に、苦しい状態でございます。ということでこういうへこみのねテトラ体なんですけど、ね、0.45g のネコリグということで、しかもね、まあ、スナックレスネコリグの 0.45g でもいいとは思うんですけど、それだとちょっとねフッキングが悪かったりするんですよね、タフコンの時にね。なので通常のマス針、それを、スナックレスネコリグみたいな感じでセッティングしてやってますけど、そっかな、ラインもねフロロ10ポンドなんで、まあ、多少ちょっとやばいのが来ても、まあなんとかできるかなといった感じです。もうすごいダメな雰囲気しかしてない、安治川でしか釣れないっていうのもねどうかと思うんで、ここ玉ねぎがね手前沈んでるんですけど、横浜リグだったらまあまあタイトに攻められますね。ただこのリグは多分スティーズエアじゃないと無理だと思います。そのぐらいちょっとベイトフィネスじゃ無理がありますね。ウがねさっき入ってたから行きましょう。ウが入ってたからね、コバちゃんがウが入っちゃうと逃げちゃうっていうお話だったので、猫ニャンがいる、猫ニャンがさあさあさあ、これもね玉ねぎが入ってて、まあまあやばいところなんですけどね、それでも横浜リグだったらまあまあタイトですよね。スナックレスネコリグの細軸とか出たらもうちょっとやばいかもしれないですね。ブクブクじゃねえかっていうねバックラッシュ直そうとしたら盛大にバックラッシュっていう、もう一番ダメなやつをやってしまった。もうねさすがにベイトフィネスで10ポンドラインで横浜リグはねもうバックラッシュと隣り合わせですよ。いくらスティーズエアーとはいえど、まあ、ラインをね 20m とかにすれば全然いけると思いますけど、余裕でもっとね快適に、僕はまあ、おかっぱり仕様なんでね 40m ぐらい巻いてるんで、やっぱ頭にねこうネイルシンカーが入ってるから、そのフォールスピードが速くていいですよね。でシェイクすればそれなりにこうスローに誘えるし、いいと思うんだけどな。そこまでねカレントも発生してなくて、まあ、緩やかに流れてるんで魚っ気もよし、はい、1ポイントにつき1つのゴミ拾いということで、これを拾ってきます。いやーだけど相変わらずゴミがすごいですよ本当に。まださほどなのかな、いいと思うんだけどね。おっ OK、 あー OK きた。おお、コンディションいいね。だけどおっし、おっぽんが曲がっちゃってんね。よかったー、釣れたー。あたす、流れがきついのかね、おっぽんがこう曲がっちゃってますよ。必死に泳いでる感じがね伝わってくる。横浜リーグに目覚めた男いや、やっぱいたね、へこみの。でこうおっぽがね、おっぽがさ結構痛々しかったよ。特にタフった時はね、ちょっと横浜リーグとかこういったやつの方がなんか食い込みがねさっくり、今なんかもう完全に奥に刺さってたし、いいかなっていう感じですね。まあこんな感じですよね。へこみやって、あとはメタルかな。なんかさほどちょっと水が結構当たる面、今立ってるあたりでこうビッグベイトをね沖に浮かべるか、ジャークベイトか。でもねボトムの方っぽいよね。ベイトが上ずってればね結構いい感じなんですけどね。でさほど上ずってない。あらゆるへこみというへこみを頑張って、できればね30アップが欲しいんですよ。そこまで今日はね強く流れてないんで大丈夫そうなんですけどね。結構ね強く水が流れてるとへこみが最大限に生きると思うんだけど、微妙なタイミングっすね。まあだけどまだね朝9時ちょい過ぎぐらいなんで、まあまあいいんじゃないですかね。小バスが3匹か。けど今日は向こうが風裏なんだな。あとはねこうやってテトラが張り出してるところを、見つけて、ちょっと強めのハードルアーとかで、かっさらえるか。あとも手前のこういった穴打ちだよね。横浜リーグだったね、こういう穴もスイスイスイですよ。シャットか。あとははい、ありがとうございました。なんとか1匹ちょっとちっちゃかったですけどね、釣ることができました。でやっぱりへこみですね。でさらにちょっともうまだまだねちょっと朝9時ちょい過ぎぐらいなんで、まだまだ水温が上がりきってないと思うんで、こういったこれ横浜リーグなんですけども、ちょっと次行くところがねもうちょっと効率的に攻めたいんで、新刊をね、0.9g ぐらいにしようかなと思います。でまあね川村さんが作ったスナックレスネコリングのフックもいいんですけど、こっちのはねやっぱりこうガード付きマス針よりもやっぱりかかりがいいんですよね。なんかなので最近はちょっとこれをこんな感じで使っちゃってます。はい、安いしねこっちの方が。9本入りでね300いくらとか、よかったらぜひ。で脳神科ワッキーにしたい時はねそのまま抜いて脇差しにすればいいんでね、なかなか便利です。はい、ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。ボーテッペイことボーちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。